この奥の広場を使うといいだろう。さて、どういう手順なのかな。僕がちゃんと考えておきましたよ。おお。ところでサンディクローズ、見事犯人を捕まえたら次のクリスマスはサンディの代わりに僕がプレゼントを。困ったの。まあとにかくそういうことは後で。もうするんだよ、話してくれよ。これはどうしてだ。我慢してよ。さあもう少し。俺たちが踊りだなんて明暗だろ。行った。あれ？博士の人形が犯人だったんだ。これで全部解決だ。犯人を捕まえたのか。はい、もちろん。でもどうして実験体がプレゼントを盗んだのか理由がわからないんです。実験体？プレゼント泥棒ですよ。フィンケルスタイン博士が作った動く人形です。なるほど。そうかそうか、動く人形か。よし、ジャック、礼をさせてくれ。本番は無理だが少しだけサンタクロース気分を味わわせてやろう。サンディクローズ。
博士の人形は心が欲しかったんだな。ほうほうほう。そうか、実験体は盗まれたのではなくて勝手に動き出したんだ。つまりわしは成功したというわけじゃ。実験体は心が欲しかったんだってサンタクロースが言ってたけど、サリーとは違って心を持たずに生まれたからの。でもさ、心が欲しいとどうしてプレゼントを盗むのかな。それはきっとプレゼントには心がこもっているからよ。博士の実験体、なんだかかわいそうだな。ハッピーハロウィーン。素敵なプレゼントね。これが？箱はどこだい？リボンもないぞ。ジャック、箱なんて関係ないんだ。大切なのはプレゼントの中身。ううん、違う。大切なのはプレゼントを贈る気持ち、相手を喜ばせたいと思う心。そうか、そうだったのか。教えてくれてありがとう、サリー。あれ？なんだろう、いつもと違う気分。なんだかとても素敵だ。サリーからのプレゼントだね。これ？この気持ちが？ああ、サリー、こんなに素敵なプレゼントをもらったのに、僕にはあげるものが何にもないんだ。サリー、君はどんなプレゼントがいいんだい？私にとって一番のプレゼントは、ジャック、あなたと一緒にいられることよ。そんなことならお安いご用さ。あ、俺、プレゼントなんてあげたことないかも。カイリなら何でも喜んでくれそうだね。何でもってのが一番困るんだよな。物じゃなくて心だよ。そっか。カイリもサリーと同じ。ん？一緒にいられれば何にもいらないってこと？兄弟。